イーチャリティーチャンネル。はい、どうも、イーチャリティの鈴木です。今日はですね、自転車紹介をね、しようと思うんですけども、今日紹介する自転車はですね、じゃじゃん、こちらになります。僕のね、愛車、僕の愛車というかね、家族の愛車になるんですけども、ヤマハのね、パスバビーアンをね、ご紹介していきたいと思います。過去にご紹介したことがある僕の愛車っていうのは、ヤマハのね、パスシティ S5 はご紹介したことあるかなと思うんですけども、このね、パスバビーアンはね、初のお披露目になるかと思います。というのもね、ここ最近購入しました。で、このパスバビアンは2021年モデル、現行のモデルになっております。まあもちろんチャイルドシート付きのモデルなので、これにねうちの子供をね乗せようと思ってっていう目的もあったんですけど、うちの子供がねもう幼稚園の年長さんで、もうあと半年もすればですね乗らなくなるというタイミングでね、なぜ買ったんだということになるんですけども、実はもともとこのチャイルドシート付きのモデルはね、僕欲しかったんです。うちの奥さんも欲しがってたんですけれど、幼稚園がですね500メートルか600メートルぐらいのところにあったんで、だからまあいいかなっていうところではあったんですけど、小学校で何かイベントごとがあるときに車で行っても置き場所がない、歩いていくのにはちょっと遠いっていうところで、そこまで行くのに自転車が欲しいなと。一つの選択肢としては、このチャイルドシート付きモデルじゃないやつ、チャイルドシートが付いてないパスバビーアンを買ってもいいかなっていう発想もあったんですけれど、せっかくだからうちの下の子が幼稚園行ってる間ちょっとこうね送り迎えする上でも、まあチャイルドシート付きモデルでいいんじゃないかということで、このタイプで購入をしましたということです。あと半年頑張ってください、チャイルドシート。そしてこのモデルはまあ、バッテリー容量の違いでも2パターンあります。バビーアンっていうのとバビーアンスーパーっていうのがあるんですけども、これバビーアンです。これだとバッテリー容量が 12.3 アンペアで、バビーアンスーパーの方になるとバッテリー容量が 15.4 アンペアっていうね、ちょっと大きめのバッテリーになります。で、なぜスズキがバッテリー容量があえて小さい方を買ったかというと、極端にねバッテリー容量大きい方にしたいっていう欲がなかったっていうのが一つと、あとはヤマハのパスに関してはパスシティ S5 もそうですけど、バッテリーはねもともとこう持っているというところがあって、まああまり深く考えずにですねこっちのモデルにしました。なので僕の生活スタイルとすれば、まあ近距離の行動しかしないよっていうところと、バッテリーはもともと他にも持ってるよっていうところで、バッテリー容量を小さい方にしました。バッテリー容量大きい方と小さい方ってそんなに極端にねメーカーの定価の価格差ってないんですけれど、まあ価格差は小さいとはいえ、どっちが自分のスタイルに合ってるかなっていうところで、これは検討したらいいんじゃないかなっていうふうに思います。あとはこの自転車を選んだ理由ですけれど、基本的にはね僕の奥さんに選んでもらいました。もう丸投げでね奥さんに考えてもらったんですけれど、ヤマハは昔からこう人のねこう力のかけ方だったり、走ってる環境に合わせて柔軟にこうアシストがねこう変化してくれるっていうところは特徴の一つであったんですけれど、さらに去年ぐらいですか、スマートパワーアシストっていう機能が搭載されてというか、そういうシステムになってよりねこう柔軟に対応してくれるっていう形になったので、うちの奥さんにすればですね、あんまりねこう頑張りたくないというか、体力をあんまり消耗したくない人なので、よりね何も考えずに楽だけしようと思ったら、もしかしたらまあヤマハの車両は気に入るかなというところで、一回こう試乗してもらって、これはいいぞということで、この車両にしました。もちろんねよりね僕がこうアピールするとすれば、まあこのセンターモーターっていうモーターが真ん中についているタイプと比較すればですよ、ブリヂストンのデュアルドライブっていうね、前にモーターがついていて回復充電をしてくれるやつとかもね、こっちはこうなんだよ、あっちはああなんだよっていうことで、まあ紹介しながらっていうのも一つはあったんですけど、何も言わずにね考えてもらったら、うちの奥さんは一体どれを選ぶんだろうっていうね、試験的なところで考えてもらったらこれになりましたということでございました。まああとは後ろのチャイルドシートについてはね、 OGK で出してるグランディアっていうやつをヤマハのロゴをつけて使っているっていうことになるんですけれども、これねバックルが自立型っていうのももちろん、まあ今時は結構増えてますけれども、お子さんが座るときにはすごくいいです。うちの子供もね座るとき楽そうに座ってます。で、あとはベルトがね、これがね後ろのボタンを押すだけで自動でギュッと閉まってくれるっていうところで、これも使いやすい一つのところですよね。あとはねこの機能は僕の家では基本的には使わないです。全く使わないんですけれど、ここら辺のねロックを解除してボタンをポチポチというふうにやると背もたれが倒れると。これマンションの駐輪場とかで上下に積んだりだとか、横幅も狭いとか、何かこう障害物があるときにこのままだとぶつかってしまうっていう場合にコンパクトになりますよっていうタイプですね。これまあうちの場合は全く使ってはいないんですけれど、
一応グランディアっていうのはこういう機能がついているというところですね。これね、自分の家庭にいざ来てみてこう頻繁に乗っていると改めて感じるのは、こうなった時にもう5年前とか6年7年前とかのモデルだと、もう少しねここの部分が近かったかなっていうところ、ハンドルが自分寄りだったところがあったんですけど、ここがねかなり伸びてゆったりとこう足が回せるようになったなっていう感じはします。もちろんこれね、前にチャイルドシートつけることもできるんで、それにね足が当たりにくくなるっていうメリットもあるんですけど、まあここの部分ねゆったり乗れるっていうのはすごくいいなっていうふうに思いました。あとはね、今日は激坂とかはやらないんですけれど、うちの奥さんが家のすぐそばのところですね、結構急で長い坂があるんですけど、そこをね子供を乗せてこう登りましたというのをやった時にね、アシストのモードを強にしてギアをね二速にした状態で登ったんだけど楽に登れたよということで言ってました。やっぱりねこの自転車の特性としては、僕の感じる限りは登り坂がかなりこうモーターが強くねこう働いてくれて、ウィン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 とねこう登ってくれる感覚があるので、本当に力を使わずにね快適に登れるっていう一台かなと思いますので、こちらもね皆さんご参考にしてみて、気になる方は試乗とかしてみるといいと思います。でその上でですね、今日はこの自転車のご紹介はこれぐらいにしておいて、チャイルドシートがついている電動アシスト自転車を買おうかな買わないかなって悩んでいる方々ですね、悩んでいるうちにどんどん子供が大きくなって、もうすぐ幼稚園も卒園してしまうんじゃないか、そうするともう自転車いらないんじゃないかってお考えの方々もね結構いらっしゃると思います。でもちろんね、何万円かで手に入るんだったら結構すぐ買っちゃうと思うんですけど、まあ今国内でも流通が多いね人気のチャイルドシート付きのモデルっていうのは13万円、14万円、15万円、16万円、まあそのぐらいね出さないとなかなか新車が買えないっていう状態になってます。でもちろんねその金額を出してもすごく快適な乗り物がゲットできて、生活がすごく楽になるよっていうところで、新車もねもちろんいいんですけれど、中古の電動アシスト自転車をお選びいただくっていうのはまあ一つかなっていうふうに改めて僕の方からね、アピールしておきます。ということで、ここからね e チャリティの宣伝に入っていくわけなんですけれど、まあ堂々とね宣伝をしていきます。まあ中古の電動アシスト自転車でチャイルドシート付きのモデルってなるとね、年式も状態もいろいろあるんですけれども、新車はちょっと躊躇してしまうけれども、もう少し安ければな、10万円以下だったらいいなっていう風に考えている方々は、そんなに古くないもので、状態もそれなりに綺麗なものとかも実はね10万円以下とかで手に入ったりしますし、もう本当に安くね済ませたいんだという方々も多いと思います。そういう方々はもう少しねこう安いパターンも実はあって、イーチャリティも横浜と神戸にね店舗があるんですけども、そこでもね展示していますし、あとはインターネット通販も行ってます。でインターネット通販の方では、こういう自転車ね、例えばこれが中古車であったとします。これをねダダン、これが8万円です9万円ですみたいな形で、出しているパターンもあればですね、もう一つね e チャリティの特色としては、これ訳ありっていう商品がありまして、何が訳があるんだということなんですけれども、20インチの電動アシスト自転車でチャイルドシートがついているモデル、これを色とか年式とかメーカーとか選べませんけれども、格安で販売しているっていうパターンも実はあります。まあお客さんのねこう生活スタイルだとか予算とかそういうのに合わせていろんなバリエーションで選べますので、今の話を聞いてね気になるなという方々は、この動画の下の概要欄のところにですね、サイトを載っけておきますので、そちらでいろんな商品見てみてください。電動アシスト自転車1台ぐらいねこうあってもいいかな、ただ新車はあれだなっていう方はね、中古でね1台こうゲットしてみるっていうこともね検討してみてください。ということでね、今日はね僕の愛車のご紹介でございました。皆さんもねこれからね電動アシスト自転車を買おうかなと考えている方々は、ぜひ e チャリティの方もよろしくお願いします。